皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今季からドジャースの一員となった山本由伸投手の本拠地初登板は、日本時間31日カージナルス戦とされています。4連戦の3戦目で初勝利を狙うことになります。去る24日のオープン戦、ドジャース対エンゼルスがドジャースタジアムで行われました。ドジャース、大谷翔平選手が24日、本拠地でのエンゼルスとのオープン戦のスタメンに2番指名打者で名を連ねました。すでに20、21日に韓国ソウルでパドレスとの開幕シリーズを終えましたが、再びオープン戦3試合という変則日程となりました。ドジャース移籍後初めて本拠地でプレーすることになりました。ド軍のロバーツ監督は試合前の囲み取材に応じ、山本由伸投手の次回登板が30日の本拠地カージナルス戦になることを明かしました。28日からの本拠地開幕シリーズとなる先発投手を発表し、初戦は韓国ソウルでの開幕戦と同じくティーグラスノーです。2戦目に24日のエンゼルスとのオープン戦で登板するピー・ミラーが入り、山本由伸投手は3戦目で、4戦目はGストーンとなりました。さて、単なる失敗ではなかったと失意のデビューとなった山本由伸投手に期待されるのは、次回登板での復権が見どころです。1回5失点で KO された山本由伸投手、次回登板では本来のピッチングを取り戻せるのでしょうか。ドジャース、山本由伸投手の MLB 初登板となった3月21日ソウルでのパドレス戦は大きな注目を集めた中、1回5失点でマウンドを降りるという結果に終わりました。チームも11対15で敗れ、山本由伸投手敗戦投手として記録され、メジャー初黒星を喫しています。山本由伸投手のフォームに乱れはあったのでしょうか。大谷翔平選手とともに巨額契約でドジャース入りを果たし、ワールドシリーズ優勝のための戦力として迎え入れられていただけに、前評判通りの内容とならなかったことは明白でしょう。4安打を浴び2四球と、 NPB 時代とは程遠い投球となるなど、シーズン初戦のこの結果は今後の登板へ大きな不安を残した感も否めません。しかし試合後には山本由伸投手本人よりセットポジションが課題だったなどとして振り返っています。そして、どうすれば直せるかは分かっていますと問題点を理解しているとのコメントも聞かれました。そのこともあり、米国内の評価でも決して悲観的な声ばかりではありません。スポーツメディアエッセンシャリースポーツは、現地時間3月23日山本由伸投手のパドレス戦のピッチングを踏まえ、今月のソウルシリーズでの由伸山本のドジャースデビューは単なる失敗ではなかったと振り返っています。さらに、初日から完璧な投球を期待する者はいないと綴り、続けて、特に新人の弱点を暴こうと躍起になっている打者と対戦する場合はなおさらだと論じています。しかも山本の苦闘は単なる緊張にとどまらないようだ。本当の問題は何が悪かったかではなく、この投手がメジャーリーグを制覇するという独特の難題を克服できるかどうかだと指摘しました。また同メディアは、山本由伸投手自身が試合直後に課題を分析している点にも言及しながら、次のように述べます。これは技術の問題ではない。山本はドジャースのコーチ陣の助けを借りればこのプロセスを克服できると確信しているとして、今後の改善が可能だと見通しているのです。トピックでは、デビューマウンド後、米国内で日本人右腕のスキルを疑問視する声が多く上がったことなどを紹介しながらも、続けてこう述べています。不安定なスタートではあったが、由伸山本が悪い投手になるわけではない。ドジャースは最初の完璧な登板ではなく、彼の才能に大きく賭けるべきだと同メディアによる見解を示していました。歴代の日本人投手デビューマウンドでも極端な内容に終わってしまったが、次回以降米国での登板では結果が残せるのか、山本由伸投手そしてドジャースコーチングスタッフの修正能力も注目されることになると思われます。そこでこんな話題がファンの間で話されています。大谷翔平選手、山本由伸投手もいずれはドジャースを去るのではないか。
10年以上の長期契約は全うされているのか、こんなところが話題の中心となっています。2023年オフ、大谷翔平選手は10年総額7億ドル、約1053億1000万円。山本由伸投手は12年総額3億2500万ドル、約489億1000万円という長期の大型契約をドジャースと結びました。この契約が切れる頃には大谷翔平選手が39歳、山本由伸投手が37歳となっており、一般的には引退をしていてもおかしくない年齢に達していることからも、ある意味では生涯契約と言っても良い契約内容となっています。近年メジャーリーグでは選手の獲得競争が激化しています。大谷翔平選手、山本由伸選手以外にも10年以上の契約を結ぶ選手が珍しくなくなってきました。オフには2人以外にもロイヤルズの若きスーパースターボビー・ウィット・ジュニア内野手が11年総額2億8880万ドル、約434億4000万円で契約しています。また今季終了後に FA となるヤンキースのフアン・ソト外野手については、現地の報道で新契約は大谷超えの15年7億100万ドル、約1054億4000万円になる可能性にも言及している報道もありました。先述したように選手が10年以上の契約を結ぶことは生涯契約と言っても良い長さと言えます。このような長期契約は最近のトレンドでもあるため、結果的にどうなるかまだわからない選手も多いのですが、早い段階で契約した球団を去る例も少なくありません。過去の契約を探ると、当時としては異例の超大型契約をレンジャーズと結んだ A ロッドことアレックス・ロドリゲス内野手もその一人でした。マリナーズ時代に早くから頭角を現し、2000年オフに FA となったロドリゲスは、当時としては最高額の10年総額2億5200万ドルでレンジャーズと契約を結び話題となりました。ロドリゲスは移籍後も3年連続でホームラン王になるなど、お金に見合った活躍を見せていたのですが、チームは低迷しました。移籍3年目のシーズンオフに早くもヤンキースへトレードとなったのです。放出の理由は高すぎる年俸でした。予算を抑制すべく資金豊富な名門へ放出せざるを得なくなったという経緯があります。結果的にヤンキースに移籍となった選手としてはジャンカルロ・スタントン外野手も当てはまるでしょう。スタントンはマーリンズ時代の2014年オフに北米プロスポーツ史上最高額となる13年総額3億2500万ドル、約488億9000万円で契約を延長しました。だが A ロッドと同じく契約から3シーズンが終了した2017年オフにヤンキースへトレードとなっています。理由はやはり高すぎる年俸でした。特にスタントンの契約は年俸が上がっていく内容となっており、2018年には前年の1450万ドルから2500万ドルにアップしています。球団の経営陣も元ヤンキースのデレク・ジーター氏らが率いるオーナーグループに変わっており、チーム再建のために放出されることとなったのです。 A ロッド、スタントンよりは長くプレーしたものの、2013年オフに10年総額2億4000万ドル、約361億1000万円でマリナーズ入りしたロビンソン・カノ内野手も5シーズン終了後にメッツへトレードされています。このタイミングでマリナーズは主力選手を多く放出するファイヤーセールを行っており、カノの移籍もやはり年俸抑制が理由でした。一方で10年以上の契約を結び、それを最後まで全うしたのがジョイ・ボット一塁手です。2012年シーズン開幕直後、リーグ屈指の一塁手として活躍していたボットは、2014年から10年間で総額2億2500万ドル、約339億5000万円で契約を延長しました。契約後には自身の武器でもある選球眼の良さを生かし、3度リーグトップの出塁率を記録するなど活躍したのですが、チームは低迷し、自身も契約6年目となった2019年以降は成績が下降していきました。2021年シーズンにはキャリア2位タイとなる36本塁打を放つなど盛り返したのですが、契約の晩年はほぼ戦力になれずに苦戦が目立ちました。しかしそれでもチームはボットをトレードや戦力外にすることなく、最後まで手放すことはありませんでした。
2023年オフに10年契約が完了し、契約時に付帯していたオプションを球団が破棄しました。チームを去ることになったのですが、メジャーデビュー以降レッズ一筋17件プレーしました。退団後も現役を続行し、3月に入ってブルージェイズとマイナー契約を結んだのですが、長期契約を全うしたのはもちろん、近年では数少ないフランチャイズプレイヤーと呼んでも良いでしょう。結果的に契約終了前に退団となったのですが、惜しかったのがアルバート・プホルス一塁手です。2011年オフにエンゼルスと10年総額2億5400万ドル、約383億4000万円を結び、カージナルス時代からは成績を下げたものの、長年同チームの一員としてプレーしました。しかし、10年目のシーズン途中に DFA となり、契約を全うすることなくチームを去りました。エンゼルス退団後はドジャースを経て、古巣のカージナルスでプレーしています。このように10年以上の契約を勝ち取った選手については最近のものが多く、まだ契約真っただ中というケースがほとんどで、他の選手が最後まで契約を結んだチームでプレーするかは分かりませんし、前例が少ないと言えます。しかし、チームの経営に関して方針が急遽変わることの多いメジャーリーグでは、契約を全うする選手は多くはないというのも現実です。大谷翔平選手も入団会見で、契約に関わったフリードマン球団社長、ウォルター球団オーナーが退団したらオプトアウトできるという条件について聞かれると、こう答えています。ドジャースに入団すると同時にメインのこのお二方と契約する形ですし、そこがもし崩れるのであれば、この契約自体も崩れることになる、そういう契約かなと思いますと、状況次第でチームを出ることも示唆していました。ドライな部分の方が目立つメジャーリーグですが、プホルスのように最後に慣れ親しんだ古巣に戻るスター選手が多いということもあります。もしかすると大谷翔平選手も契約の途中でエンゼルスに戻ってプレーするということもあるかもしれません。いかがだったでしょうか。今回は山本由伸投手について見てきました。また長期契約のメリットデメリットを見てきました。さて、ドジャース山本由伸投手は初戦を1回5失点でメジャーデビュー戦で初黒星を喫してしまいました。試合後、ドジャースから解雇された水原一平氏について、僕も今日は登板日なので話す機会もなく、わからないと話しました。試合とは別との問いかけには、みんな勝つことに集中していたと語っています。自身の初陣であるにもかかわらず、頭の片隅にはなかなか話すことのできない問題が横たわっているという感じでしょう。ぜひ気持ちを切り替えて次戦に臨んでほしいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。